東芝が世界のエネルギー問題を解決するかもしれない画期的な発明をしました。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、都市全体が発電所に、東芝開発の超薄型超軽量の次世代太陽電池が世界のエネルギー危機を解決するをお送りします。世界のエネルギー危機を解決する、ペロブスカイト太陽電池とは、東芝が画期的なフィルム型の電池を開発しました。これが世界を変えると大きな話題になっています。ペロブスカイト太陽電池と呼ばれるこのフィルム型電池は紙のように薄く、その厚さはたったの 0.13 ミリ。フィルム状なので折り曲げも自由自在です。折り曲げることができ、しかも紙のように軽いのです。弱い光でも発電できるため、少し曇った日や雨の日でも発電できます。例えば室内の蛍光灯でも発電できます。これまでの太陽光発電は住宅の屋根の上に設置したり、メガソーラーと呼ばれるような山や平野にパネルを敷き詰める大規模な発電所が一般的でした。しかし平らな広い土地が少ない日本では設置する場所が足りなくなっています。その課題も東芝のペロブスカイト太陽電池なら解決することができます。この電池はフィルム状のため、壁やガラスなどすでにある建物や環境を生かして貼り付けられるのです。弱い光でも発電できるので、室内の壁や机など、これまでは考えられなかった場所でも使えます。さらには洋服に縫い付けることさえできます。もちろん EV の屋根やスマホに貼り付けることもできます。この超軽量の次世代太陽電池が普及すれば、いつでもどこでも持ち運べ、都市全体が発電所に変わることも期待できるのです。この驚異的な太陽電池を発明したのは、ノーベル賞の有力候補になっている日本人の研究者である東院横浜大学の宮坂努特任教授です。この発明を実用化できれば、世界のエネルギー危機が救えると注目され、世界中の有力企業がその開発に参入しています。その中で一歩抜きんでたのが、今回ご紹介する東芝なのです。再生可能エネルギーの大本命、ペロブスカイト太陽電池。太陽の光を電気に変換する太陽電池は、再生可能エネルギーの大本命として注目されてきました。太陽電池はモジュール化すれば、バッテリーの充電や照明の点灯に利用できます。また太陽電池を並列に並べれば、建物の主要なエネルギー源にすることも可能です。しかし一般的な太陽電池はシリコンを使用しているため、今までの電源に比べて製造コストが高くなるデメリットがありました。その問題を解決したのが、光を電気に変換する結晶構造を持つペロブスカイトという素材です。ペロブスカイトは170年以上前にロシアのウラル山脈で発見されました。立方体やダイヤモンドのような結晶構造を持つ鉱物です。ロシアの鉱物学者レフ・ペロフスキーにちなみ、ペロブスカイトと名付けられました。主に地球のマントルや地表近くの鉱床に存在しています。2009年、宮坂努教授の研究チームがペロブスカイト結晶の薄膜を発電部に使用することで太陽電池として動作することを発表。ペロブスカイト太陽電池が世界中の注目を集めることになりました。宮坂教授は2013年からは JST の先端的低炭素化技術開発 ALCA が取り組む太陽電池及び太陽エネルギー利用システムに参画します。そして現在では実用技術化プロジェクトを世界レベルでリードしています。これまで太陽光発電は天候に左右されるため、安定した発電が難しいという課題がありました。しかし弱い光でも発電できるペロブスカイト太陽電池が普及すれば、都市が消費する電力を都市自ら発電できるという究極の電力自給自足が実現します。東芝研究開発センターも、ペロブスカイト太陽電池は日本全国で10基分以上の原発に相当する再生可能エネルギーを供給できると豪語しています。フィルム型ペロブスカイト太陽電池は、この太陽光発電を一気に広める可能性を秘めているのです。
ペロブスカイト製造の原料のシェア 30% を持つ日本。ペロブスカイト太陽電池がすごいと言われる点をいくつかご紹介します。まずは製造工程を少なくできることです。ペロブスカイト膜はその特性上塗布技術で簡単に作成できます。そのためシリコン系の太陽電池よりも楽に製造可能です。また少ない製造工程は安価な太陽電池を実現させます。2点目はプラスチックなどの軽量基板を簡単に利用できるため軽量性や柔軟性が確保できることです。この電池は軽量で柔軟性があるため設置場所が自由自在です。今まで重量制限のために設置できなかった場所へ設置できますし、柔軟性が高いので様々な加工がしやすくなるのです。多くの場面や場所での活躍が見込めるためどこでも発電所的なことが可能になります。しかもペロブスカイトを製造するための主要原料ヨウ素の生産量で世界の 30% を日本が占めています。これは非常に大きなメリットです。原料を国内で用意できるため価格競争力を確保可能となるからです。太陽電池市場は現状シリコン系の太陽電池がトップシェアを誇っています。今後そのシェアを打ち崩していくために競争力は欠かせません。特に価格面での競争力はテクノロジーが世の中に浸透していくためには必要不可欠となります。ここまでメリットをご紹介してきましたが、発電効率と耐久性についてはまだ課題が残されています。まずは発電効率です。このフィルム型の太陽電池の発電効率は当初シリコン系の太陽電池が約 20% であるのに対し約 4% しかありませんでした。しかし東芝はペロブスカイト型として 21.6% を達成しています。また今回取り上げているフィルム型ペロブスカイトとしては 15.1% を達成しているのです。耐久性については実用化までに解決すべき課題がまだまだあります。しかしほぼすべて数年以内には解決可能なようです。ペロブスカイト太陽電池のメリットと課題。ペロブスカイト太陽電池にはテクノロジー面での課題と普及に関する課題があります。テクノロジー面の課題は効率性と耐久性です。これらは研究開発のスピードが重要になってきます。ただこれは今まで加速度的な性能向上を実現していますからうまくいく可能性が高いでしょう。より注視すべきなのは普及速度です。これは現在使われているシリコン系太陽電池との競り合いになります。ただフィルム型のペロブスカイト太陽電池とシリコン型の太陽電池はその強みが違います。このためうまく住み分けができそうです。この技術はもともと日本が先行して研究開発を進めてきたものです。今こそ日本政府が本気でこの新型太陽電池の普及に旗を振るべきでしょう。これを商業ベースに乗せられればメイドインジャパンのフィルム型のペロブスカイト太陽電池として世界を席巻できるかもしれないのですから、うまく普及できれば日本の大きな産業分野にまで育つ可能性もあります。また世界の電力問題エネルギー危機を一気に解決するキーテクノロジーとなる可能性も高いのです。これらのニュースには海外の人々から多くの意見がネット上に寄せられています。その一部をご紹介します。海外の反応。これは素直にすごいと思ったよ。今の時代エネルギー問題の解決は重要なことだからね。想像以上のもので驚いた。地球環境を考えるならこれは非常にいい方法だね。私もこれを自分の家や車、スマホや庭の木にも貼り付けたいな。問題は値段だね。日本じゃ原発に反対している人もたくさんいるだろうしね。このフィルム型の太陽光発電は願ったり叶ったりじゃないのかな。これだよこれ。アメリカはメキシコとの巨大な壁にこれを貼り付ければいいよ。せっかく壁を作るのに大金を使っているんだから精一杯利用しないと。これは本当にすごいアイデアだよ。これを使えば町全体が発電所になるんだろう。発明者はノーベル賞をもらって当然だよ。こういうのってなんか胸が高鳴るよね。地球の温暖化と戦うにはまさに夢のような発電方法だよね。これが実現すれば原発だって不要になるかもしれないね。
町中のあらゆる場所で発電できるようになるんだから。日本の反応、これはまさしく次世代太陽電池だね。ちゃんと普及すればいつでもどこでも持ち運べ、都市全体が発電所に変わる未来も現実化する。中国などの企業もこの新型太陽電池の販売を始めようとしている。日本は加速しなければ世界に追いつけない。加速するために若い人のやる気と、やる気を後押しする研究資金が必要になる。すぐにでも国策で日本の最重要産業にするべきだろう。現行の太陽光パネルのシェアは中国が9割だ。ペロブスカイトの太陽光フィルム電池は日本国内で製造すべき。それに政府が補助金をつけて民間に安く購入させれば雇用が生まれる。これは本当に政府が守って援助してほしい技術だね。フィルム型太陽電池と全固体電池が量産できれば世界の再生エネルギーのリーダーになれるぞ。樹木に貼り付けて発電できると里山の価値も見直されそう。東芝開発のフィルム型ペロブスカイト型太陽電池の変換効率は 15% で、今回世界最高を記録。今後は 20% を目指すというから本当にすごいかもしれん。こういう画期的な技術に国家予算を投じて実用化し、エネルギー大国日本を目指してほしい。あとは蓄電技術がプラスされればエネルギー問題は解決されそう。シリコンより原価が安くて軽量化でき、車の表面に貼ればハイブリッド車、EV 車の省エネ、長距離走行に寄与する。モノマネ得意な中国に技術流出しないよう、また国内雇用を増やすためにも国産で行うべきだね。経済産業省の国策で推進する産業、これはすごい太陽電池が開発されましたね。エネルギー資源を輸入に頼る日本にとっては油田を掘り当てたようなものと言えるかもしれません。世界の秩序が変わるくらいの大発明です。日本政府は高層ビルを持つ企業と連携してこのフィルム型太陽電池を設置するべきでしょう。太陽光パネルを敷き詰めるには広大な土地が必要ですが、建物の壁面ならいくらでもありますから。また家庭や電車などあらゆるところに貼っていけば原発もいらなくなるかもしれませんね。東芝はフィルム型太陽電池の製造コストを1キロワットあたり1万5000円目標と設定しています。そうなれば100万キロワットの製造コストが150億円となります。1000万キロワットで1500億円、6000万キロワットで9000億円。これだけの予算があれば東京電力管内の需要を賄うことができます。もちろんこういった単純な計算が通用しないにしても、原発の製造コストや核燃料廃棄コストと比べると大幅に少ないコストで電力が賄えるはずです。これこそ経済産業省の国策で推進する産業でしょう。あなたは東芝が開発した次世代太陽電池についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。